こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、私エクステを撮りたいと思いますね。なんとなーく気づいてくる人、多分気づいてるかなと思うんですけど、だんだんと毛の量が少なくなってってるんですよ。このエクステの方のね、髪の毛を溶かしてる時とかにシールが取れちゃったり、何本かの毛にペタってつけてるから、その毛自体が抜けちゃったりとかして、何束かね、結構なくなりになってる毛たちがいるんですよ。そろそろちょっと一回撮ってみたいなと思ったので、今日はエクステを撮りたいと思います。ちょっとね、明後日に美容院に行くので、その時に時間を取らずに、エクステ撮るのって結構時間がかかるし、ちょっとそういうのが嫌で自分で撮りたいと思います。普通にエクステの原理っていうのは、何本かの毛になんか束にして、そこに2枚のシールでペタってくっつけてるだけなんで、そのシールを剥がせばいいだけなんで、ちょっと撮りたいと思います。久しぶりに自分の短い髪の毛とか見ますね。片方が取れて、もう片方も取れるっていう感じです。で、これがペタってくっついてるんだけど、それをどんどんと剥がしていきたいと思います。つけた当初は生え際ギリギリにペタってくっつけるんだけど、伸びてくるとその生え際からどん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 離れてって、ここのね、ついてるところと根元がこうやってくるって回っちゃったりとかするから、それがねすごい痛くて、何個か取っちゃった時もあったんだけど、撮影があったからちょっとエクステを取らずにいたんだけど、撮影が終わったので今日は撮りたいと思って撮ってます。ちょっと痛いんだよね、これ撮るの。やばかな、めっちゃ時間かかりそう。見えるかな、こんな感じで、この生え際のところ、そうついてるここの薄い毛を挟んでつけてるんだけど、それをね抜かないように撮るのがもう至難の技です。これごと抜けるとマジ円形脱毛症みたいになるからさ、それを避けたいんだよね。あ、抜けたわ。ちょっと毛も抜けちゃいました、ね、ゆいがさ、どのくらい髪の毛伸びたかっていうのも気になるよね。下に結構ついてるんかもしれない。抜けた。あ、でもわかんない、結構髪の毛短くなっちゃったかもしれない。染めた時にブリーチをして、ブリーチを置きすぎたのか知らないですけど、めっちゃチリチリになっちゃって、でその部分を削いてもらっちゃったりとかしたから、短くなっちゃったっていう感じはするかな。まあお楽しみって感じですね。わ、見て、髪の毛があらわになってきたよ。こんな感じでちょっと下の部分は取りました。今度は上を取ります。あ、じゃああんま伸びてないですね。あ、剥げた。やばいじゃん、めっちゃ剥げんじゃん、これだけ取れたら。え、泣いたー。泣いてねえじゃん。てか、そもそもさ、エクステって自分で撮っていいのかな。美容院で撮ってもらったのは、普通にシールバリバリって剥がしてるだけだったから、ちょっと自分でもできるかなと思ってやってまーす。はーい、左側取れました。あんまり伸びてないんですね。パパって右も取っちゃいます。あ、でちなみに撮るのがすごく大変なので、さとひろ美容室のさとひろさんに来ていただいたので、ちょっとお願いしてもいいですか。いや、もうなんでだよ、急に決まってんじゃねえかよ。二人で頑張ってたろ。シール後ろの方と、痛いよ。そんな中国人みたいな言うのやめて。痛いよ。なんでここ、こんな出てんの。こんなんじゃ陣痛に与えられないぞ。頑張れ。カシャいねえし。はい。やりた。取れたんじゃない。うん、なんか頭軽くなった。めっちゃ痛い、頭皮。うわ、めっちゃいい。髪の毛溶かすの全然。あ、でもなんかノリがまだ残ってるから、ちょっと生え際はうってなるけど。はい、取りました。どう。まあ前に戻ったって感じよ。ありがとうございます。スイカバー買ってこい。こういうこと。片面だけが 0.5 で、両面ついて1本ってことだから、全体的に120本ついてたっていうことですね。はい、240あるの。え、60本だからね。あ、120個差がついてたとこね。そうそうそう。はい、ということで今回はエクステを撮ったっていう動画でした。あ、報酬あげました。スイカバーうめ。で、今回撮ったエクステちゃんたちで、次回はさとひろに遊びたいと思います。まず嬉しいくれたんですけど、次回の動画をお楽しみにしててください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。何されんの。